日立建究株式会社は日本の建設機械メーカー、日立グループに属する。建設機械業界では世界でキャタピラー、小松に次ぐ3位グループの規模。本社は東京都台東区の上野イーストタワーにある日経平均株価 JPX 日経インデックス400構成銘柄の一つ。日立製作所が手がけていた 建設機械の製造部門が1969年11月に、日立建設機械製造として分社化、それ以前に設立されていた建設機械の販売やサービス会社と1970年10月に合併し、日立建機が発足した。油圧ショベルを主力とする、建設機械及び鉱山向けなどの産業機器製造と販売、アフターサービスレンタルなどを行っている。 従業員数は単独4300名、連結では約2万1000名である。国内における主要な生産工場は、茨城県土浦市のほか、日立中市、兵庫県加古郡稲美町などに所在する。2013年現在、建設機械業界では日本で小松に次ぐ2位、世界でキャタピラー、小松に次ぐ3位グループの規模である。1990年代後半から欧米、 アジア、オセアニアに事業を拡大している。以前は、フィアットグループと組んで、ヨーロッパへの展開を行っていたが、フィアットグループと手を切り、独自展開を行ったところ、旧フィアットグループの有力ディーラーが、日立研機製品の品質の高さを指示、日立研機の代理店となった。また、中型油圧ショベルを、久保田ディアカンパニーに、OEM とも受給している。 油圧ショベル ZX210LC、ホイールショベル ZX130W、超大型ショベル EX5500 ホイールローダ、ZW150 マルチブーム、解体使用機林業使用機稼働、キャブタイプモロウデ作業機、アストコ、土浦工場霞ヶ浦工場現地法人による工場が中国、インド、インドネシア、ロシア、オランダなどにある、 2017年3月現在、連結対象の子会社は85社、持ち分法適用会社は17社、以下は主な関連会社。ありがとうございます。